ジッピットチャンネル始まりました。ケントでーす。リカでーす。久々の二人。全然構ってくれないから。そういうの多くない？さっきもネガティブなのよ。あ、金かも。ちょっとこれ言えないわ。言えない。僕基本タンパク質取るからカニカマとかサラダチキンバーとか食べてるんだけど、うん、いつもはセブンとかで買うのよ、うん、ファミマでカニカマバー買ったんだけどちょっと味違くてびっくりしちゃって、うん、何このカニカマって言ったら何このオカマ言ってないじゃんそんなこんなパワハラそう情緒不安定だ情緒不安定だよねでまあメンヘラ女子嫌いじゃないよ嫌いじゃないよ嫌いじゃないよでも可愛いもんでしょ私の顔可愛い可愛いこの間泣いちゃったんですねあれは酔っ払いすぎたよねジピットチャンネルで花見をイベントとしてやったんですけど日本酒テキーラ日本酒テキーラ日本酒みたいな、うん、これ絶対 P だけど絶対 P なんだけど、うん、なんか私さやっぱした方が幸せになるかなP だよこれ P だよまあでもだから僕も4回も5回も聞かれたから4回も5回も幸せになると思うよって答えたそっかうん今日はね、2人が揃ったということで、はい、2人といえばおしものお話元女子、元男子の膣事情膣、膣、膣まあ我々ね性別変更をして僕はもともと膣ありで陰茎形成をしてないそのままあの下半身は膣がある状態です、うん、膣を閉鎖することもやってないホルモン注射でクリトリスが大きくなるからグレートグラマラスダイナマイトマグナムがこのぐらいに大きくはなってるんだけど膣はある状態素晴らしい噛まないで言えるようになったリカちゃんは性別適合手術を受けて、はい、いつから膣があるの30歳の時に増膣して味噌汁膣ありを取り入れました急な質問で申し訳ないんだけど最初の膣を使ったセックスのこと覚えてる覚えてます緊張しましためっちゃやっちゃいけない期間であるじゃないですかああ術後ってことそう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 、うんうん、それが終わって先生どうしようって思った時にやっぱ一番最初は処女チックな思考になるグッて来られると怖いからちょっとこう上にどんどん気づいたらなんかベッドにもこんなんなっちゃって準備とかも最初必要多少ウォーターしてるんですけど、ね、緊張してると砂漠化現象みたいな感じなるなっちゃいます強く触れば気持ちいいと思ってるああ分かる激しくとか早くとかねあれは良くないそうね私も最初はその人に言いました手術をしてて今までしたことがないです私の初めてをあなたに捧げます優しくしてくださいいいセックスだったねあそうですそうです知ってますこういう中に仕込む用のローションあ知らない知らない中に挿入してギュッて押すと溜めておけるんですよローションへー中からローションが出てくるそれってやっぱ直前にやんなきゃダメなのあそうですそうです恥ずかしいからシャワー一人で入ってくるねカクッて閉めてこう戻ってゴム勘違いしてすごいねみたいなでもやっぱ濡れると嬉しいみたいなのあるよねなんか ねそうみたいですね分かる分かる努力がはい努力しましたメンズ時代は女性に挿入するっていうことはやったことはないです。あの人は穴に入ることなくさよならします。ああそうなんだ。他人みたいな。どの穴に入ることもなく。いろんな方いるじゃないですか。いろんな性癖の方だから、うん、お願いしますって言ってくる人もいるんですよ。男性とかで。何なんですかねあの願望。見た目が女子で差をある人 にちょっと犯されたい願望がある人が分かる分かる友達の経営者とかキャバクラとかさ行き慣れて次じゃあニューハーフのバー行こうってそこに行き着いてそこでもう本当に恋愛しちゃってハマってくって言ってたねえ女子に戻れないって言ってたねえなんでだ何なんでしょうか懇願されたことありますお前は天が授けし素晴らしい人間なんだみたいなことになってたんですよ何言ってんのよお殿様は膣をご使用なさったことございますかすんごい答えづらいんだけど数回あるぞよどこその誰にそれは言えないけど、もちろんあのフリーの時だよ。もともと中学とか高校の時彼氏を作ったことがあるんだ、うん、なんだけどセックスできなかったら無理と思って恋愛無理やっぱ男無理なんだと思ってたんだけどこの体見た目になって2丁目くるようになってゲイに口説かれた時にあいけるって思った性自認が男に見られてれば大丈夫になるなってフリーの時にちょっと経験したいとせっかくねああなるほどねもうそれも30過ぎてから、経験したんですよどうでしたそれは言いたかった、処女だからやだこんな処女30代処女一緒イエーイイエーイなんかねでもね最初だけだったの痛いの、うんうん、その中は大丈夫だった勉強になったよすごいあ
メンズってこういう感じなんだ、メンズ大変だろうなと思って、やっぱ多分一番奥までズボって入れて抜いてっていうのが多分一番気持ちいいんだと思う、うんうん、でも実際その女性って手前の方とかだからちゃんとコントロールできてる人ってすごいんだなって。たまにあの入れながらここからみたいな人いますか、うん、あの見てるとなんか腹が立ってくる全体重うわーみたいな あれはちょっと痛いからやめてあげた方がいい。そうそう、すごい深い話してるけど、やばいね私今日この膣の話すると知らないの、膣カラーで今日着てます。そんなピンクなのそういうことにしたけどこれが膣カラーって、いや僕はね真っ黒なのプールパーティーとかで上裸で DJ やってくださいみたいなのもあったりするんだよ、うん、ゲイパーティーが多いからゲイだと思われるんだけど、あの子めっちゃ遊んでるねみたいな、ジクミクロか、うん、いやジクロなんだよな。膣っぽかったら気づかないんじゃないかと思っちゃうと思う。リカちゃんバレる？バレない。バレないよね。バレないよね。バレないよね。僕見たみたいな感じじゃない？確か。見てないよ。ないですからね。私は自分の面白さと可愛さでポジションにいますから。煽んなくていいんじゃない？マウントなんかすごい。僕形変なの。玉袋が入ってないんだけど、うん、大きいのよ。病気だと思って、なんか腐ってるかもしれない思ったと思ってて、もうすごい悩んでた。誰にも言えない。絶対悩みますよ、ね。悩んだ悩んだ。全然ないです私そんな。もちろん食い取りとかもあるわ。ああそうですそうです、あれを裂いて丸くしてキュッて、オカメ様の先っぽがまだ残ってるのが、そうだよね、そうそう、すごい技術だと思うわ。2ヶ月エッチなこと考えるなって言われましたよ。バーンってなるよ。 Your sexy image is burning burning 最近バーに出勤することがあるんですけど、はい、YouTube とか見てきましたっていう結構のんけのお客さんとか来るの。 お酒飲みながらの夜の時間になると結構下ネタとか話したりするのよ。僕早漏ですみたいな話すると、あれと、ケント君なんか白いものって出るのってよく聞かれる。結論言うと出ません。射精はしません。前立腺は取らないんですよ、はい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 、私たちって精子の潤滑をさせるための液を作ってるんですけど、うんうん、行くレベルが大中小。調子いいと大に行く時があるんですよ、大量にその液がムーンみたいな。それは精子みたいに白い感じ？白くないです、もう透明の、わー出るんだと思って。これでも多分個人差あるよ、あると思います。これ自分だけなのかなと思ってちょっと聞かせてほしいですか。どうだろう、皆さんどうなんだろう。大域って結構おしっこ出そうな感覚になって、あ向こう側に行こうって思ってるかどうかなと思う。おしっこ出ちゃうかもっていうの出しちゃってください。一回早漏すぎてその段階ないわ。あーそっか、一回行ったら終わりですか。調子いい時は復活するけど疲れてる時も一回だけ。あーなるほど、どこっぽいわ。どこっぽいよね。私は幅が広がったと思います。ああ、わかるわかる。自分らしく生きられるようになったら解放できるじゃないですか、はいはいはい、そのベッドの上でも、うん、脱いだり触られることに対して抵抗がなくなって解放できたら、うん、初めて見える世界がありますよ、ね、あるあるある、うん、いいセックスだな。そうだから遅咲きだね、30超えてからね。そうなんですよ、当たり前にエッチをしてこなかった分すごく大事にしてる気はします。ああ、僕もそうだな、うん、結構楽しいいいセックスライフを送ってます。送ってます。ジッピットチャンネルでは元女子元男子の治療情報と日常を配信してます。この動画良かった人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。あーちょっと待って、ごめん。何？エアポッドなくしてたと思ったらあったね。あーショック。買ったの？買った。ウケる。でもポイントがあったからボーズの新しいの買ったね。ポイントで、うわー俺ポイントで洗濯機買おうと思ったのに。ショック。入ってた。